秋野光造君、はい、公明党の秋野光造でございますお役に立てるように質疑をしたいと思いますえっと私はちょっと基本的なところからお話を聞いてまいりたいと思いますまず一つ目中東地域への自衛隊の派遣に関して我が国にとって中東地域の重要性に係る認識ここについてまずお伺いをしたいと思います外務省高橋中東アフリカ局長 お答えいたします中東地域は地政学上の要衝に位置するとともに原油天然ガスとのエネルギー資源を世界に供給する大変重要な地域であります従いましてこの地域の平和と安定は世界の安定に直結しているということが言えると思います特に日本は原油の約9割を中東地域にから輸入していることもあり、まあ、同地域の平和と安定は極めて重要であると考えます秋野君 これも基本的なところをお伺いしたいと思いますが、イランの発表によりますと、イラン革命ガードがイラクの米軍基地に対して、弾道ミサイルを発射して攻撃を行いましたこの、これについての日本政府の受け止め、これについても確認をしておきたいと思います。 委員御指摘の攻撃はあの日本政府として全ての関係者に緊張緩和のための外交努力を尽くすことを求めていた中で行われたものでありこの攻撃により事態がエスカレートしかねない状況になったことを深く憂慮しております同時にその後関係国の自制的な対応が見られたことについては評価をしております事態のさらなるエスカレーションは避けるべきであり日本政府として中東情勢を引き続き高い緊張感を持って注視していくとともに 関係国と緊密に連,連携しつつ、中東地域の緊張緩和と情勢の安定化に向けて、外交努力を継続してまいりたいと考えます秋野君政府は、これまでも外交努力や航行安全対策は行ってきたはずでありますけれども、今回、それに加え、なぜ自衛隊を派遣して情報収集活動を行う必要があると判断をしたのか、防衛大臣にお伺いしたいと思います。河野防衛大臣 我が国が原油輸入の約9割を依存している中東地域において緊張の高まりを踏まえて日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集体制を強化することは極めて重要と考えておりますそのため我が国から中東地域までの距離この地域における活動実績及び情報収集に際して行う各国との連携意見 意思疎通の重要性などを勘案した結果情報収集体制強化のため自衛隊の鑑定及び航空機の活用が必要であるとの判断に至ったわけでございます政府としてはさらなる外交努力航空安全対策の徹底自衛隊による情報収集活動について政府一体となった総合的な政策を関係省庁が連携して実施することにより中東地域における平和と安定及び日本関係船舶の安全の確保にしっかりと取り組んでいきたいと考えております 秋野光三君あの政府の判断に指示したいと思いますがあの今回の派遣の法律上の根拠これはあの防衛省設置法上の、まあ、調査研究ということでありまして、まあ、防衛大臣の命令のみで派遣を行うことができるというスキームでありますで他方あの調査研究を、まあ、いつでもどこでも、まあ、自衛隊を派遣できる先例にすべきではないという問題意識の下で 公明党は中東地域という、今、大臣もおっしゃっていただきましたけれども、日本から遠く離れた緊張感のある地域の派遣にあたっては、閣議決定とするべきであるということを申し上げた、申し上げてきたところであります。で特にあの国会の関与が重要であると、その考えから国会への報告を義務付けて、国会がチェックをすることができるようにするべきであると。 まあこういった主張も公明党は行ってきたところでありまして、えー、これを受けて政府の対応につきまして御説明をお願いしたいと思います河野大臣、はい、中東地域における平和と安定及び日本関係船舶の安全の確保のため我が国独自の取り組みとして 中東の緊張緩和、情勢の安定化に向けたさらなる外交努力、関係業界との綿密な情報共有をはじめとする高校安全対策の徹底並びに情報収集体制の強化のための自衛隊のアセットの活用について、 政府一体となった総合的な政策を関係省庁が連携して実施することに加え、今般自衛隊を海外に派遣することの重要性や、国民の皆様に対する説明責任の明確化という観点から、閣議決定、国会報告をすることといたしましたが、この際、公明党からいただいたご意見も踏まえて判断したところでございます秋野君ありがとうございます。 この閣議決定、なされた閣議決定におきましては、海上警備行動の発令についても言及をされております、でこの海上警備行動の発令については、今般行われた閣議決定とは別の新たな閣議決定が必要と、こういう理解でよろしいか確認をしておきたいと思います。土道局長 今般の閣議決定に示されましたとおり、現時点において、直ちに自衛隊による日本関係船舶の防護が必要とされる状況にはなく、自衛隊が実施するのは情報収集活動でございます。その上で、このような状況が変化し、自衛隊によるさらなる措置が必要と認められる場合には、自衛隊法第82条に規定する海上警備行動を発令して対応することとしております。この海上警備行動は、海上における人命、もしくは財産の保護、または治安の維持のため、特別の必要がある場合に、 防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊が会場において必要な行動を取ることができるものであります。防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得るに際しましては、ご指摘のとおり、そのための閣議決定が必要となります秋野君。ちょっと全体像についてお伺いをしておきたいと思いますけれども、えー、派遣をする哨戒機はどこを拠点としますか、あるいは艦艇はどこを寄港地としますか、お伺いしておきたいと思います。 河野大臣海賊、えー、対処行動部隊の p3c はこれまで同様地縁を拠点として活動してまいります、えー、今般の情報収集活動におきまして、えー、官邸が補給を行う場合は この情報収集活動の海域に面しているいずれかの港に寄港するということを考えておりますが、相手国との関係で今、対外的にどの港というのを明確にイメージできる状況にございません。 あの安全性が確認をされ、地理的情勢、条件を満たしている港の中から、これまでの入港実績などを考慮し、不可欠な燃料補給、あるいは生鮮食料品の入手の可否といったことを判断材料にして、適切な港に寄港するようにしたいというふうに思っております秋野幸三君。隊員の,のことをお考えになった判断も含めまして、あの指示したいと思います。 えー、イランの核合意、まあ、こういった問題を含めまして、まあ、中東情勢が緊迫をする中で、えー、総理が中東三カ国を訪問した意義、これは私は非常に高いものがあると思っております、でただあの、核合意について、ちょっと先に一言申し上げさせていただくならば、私はまあ長崎の人間でもありますあの、核不拡散を含めて、この核兵器の問題、 は注目をししてているところでありまして核拡散が行われるようなそういうことが絶対にあってはならないと思っているところであります。で、この核合意を含めて、中東地域全体の情勢が緊迫する中、まあ、改めて総理がサウジアラビア、それからアラブ首長国連邦、オマーンを訪問をされました。ここれはあの世界ににととってもも非常にこうを得たものだと 思ってておりましてなぜならばこの3カ国がイランとの間で独自の関係を持っておりまして独自の関係を持っているその3カ国に対して総理が訪問をして対話をしたということは大変有意義だったと思っておりますが残念ながらその成果というものがまだまだ国民の中に 共有をされてていいいない状況だととうことも残念に思っておりますあの政府として、安倍総理の中東3カ国訪問にどういった意義があったのかということにつきまして、日本外交当局の責任者である外務大臣にお伺いをしたいと思います茂木外務大臣。あの中東地域は先ほどもです、ね、あの答弁させていただいたようにです、ね、地政学上の要所に位置しまして、 世界ののエネルギーの供給源でありますここが不安定化すれば、世界経済、世界の繁栄にも大きな影響をもたらす、かつて1970年代、オイルショックが起こりました、日本経済に大きなマイナスが生まれ、そしてトイレットペーパーの買い占めであったりと、国民生活にも大きな影響が出て、油断という言葉が注目を集めた、油を断つと。 いうふうふに書かれるわけでありますあのこのような中東情勢、今、緊迫化している中で、まあ、総理はです、ねまあ、事態のさらなるエスカレーション、これをまあ避けるべくです、ね、我が国によるまあ外交努力の一環として、今月の11日から15日まで、地域の緊張緩和と情勢の安定化に重要な役割を果たす、どちらかと言いますと、イランとは立場の違うです、ね、サウジアラビアであったり、UAE、そしてあのオマーンを訪問したと。 もちろんイランに対してもです、ね、日本は伝統的に友好関係を持っておりまして、これまでも首脳レベルの往来であったり、私も外務大臣との会談等を行ってきているところでありますが、あの今回の訪問、総理はです、ね、各国で首脳レベルで,です、ね、すべての関係者が自制的に対応し、あらゆる外交努力を尽くすべき、このように申し上げ、相手も同じ認識だと。 いうことで一致をしたということは極めて大きいんだと思っているところであります。またあの日本関係船舶のまあ航行安全の確保を目的とした自衛隊によるまあ情報収集活動とこれを行っていきますということを説明して各国から理解とまあ支持を得たということも大きいと思っております。あの。 委員御、まあ、指摘のです、ね、核問題につきまして核の不拡散これをです、ね、進めていかなければならないとまさにおっしゃった通りだと思っておりましてあの我が国としてイランによります累次にわたります核合意へのコミットメントの提言懸念をいたしております昨年12月のローハニ大統領訪日の際にも安倍総理からイランによります一連の核合意の履行停止措置について深刻な懸念を伝えて 核合意を損なう措置を控えるように、強く求めたところであります、まあ、ここううなるように、まあこの件につきましては、イギリス、フランス、ドイツと、これも懸念を表明しているわけでありまして、まあ、日本として、こうした関係国とも連携して、核合意の履行と、これを引き続き働きかけていきたいと思っております秋野君あの機動的で、まあ、かつ透明性の高い、まあ、あの仕組みの中であの、対応をどうぞよろしくお願いします終わります。